こんにちは、えのき商店です。今日は日課カフェウォッカをご紹介いたします。日課さんですね、このカフェシリーズというものをいろいろ出してまして、他にですねカフェジンとかカフェグレーンとか出ております。カフェジンなんかですね結構人気ですね。でこのカフェシリーズって何かというと、コーヒーのことじゃなくて、コーヒーのカフェじゃなくて、蒸留機の機械の名称から来てるんですね。通常ですとバッグがモルトを蒸留するのはポットスチルって言ってね、こんなこうギューッとなったよく見る形、そういうもので作ってて、グレーンウイスキーって言って、サントリーのチタとかですね、のトウモロコシから作るのは連続式蒸留機っていうので作ってるんですね。の連続式蒸留機ってこう機械そのもの自体がすごくお金がかかるんですけれども、大量生産できて、それでライトな仕上がりになるんですね。でライトにはなるんですけれども、風味が飛んじゃうっていう、ね、欠点があったんです。それがですね、この同じ連続式なんですけれども、この連続式のさらにカフェ式を使うことで風味が残ったスピリッツができるんですね。それを使ったいろんなジンとかね、ウォッカとかになってるとのことです。なのでね、これ日課のカフェウォッカって原材料にモルトとトウモロコシ使ってるんですけれども、トウモロコシとね甘さがほんのり感じられる、ちょっとトロッとした感じもあるって書いてたのかな、そういう仕上がりになってるウォッカです。ぜひねウォッカ好きな方にはお試しいただきたいと思います。こちらの商品、えのき商店のネットショップで販売しております。概要欄にアドレスを記載しておりますので、そちらの方からお買い求めいただけます。ご視聴ありがとうございました。